Spinner。 おはようございます、小林美沙です。8月5日月曜日、世界で今起きていること。イスラエルとハマスの戦闘はここに来て中東全土を巻き込んだ全面戦争になるとの懸念が高まっています。西欧諸国は国民に対して警戒を呼びかけています。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。レバノンから脱出せよ。先週お伝えしたイスラム組織ハマスの最高指導者イスマイル・ハニヤのイスラエルによる暗殺と、新イラン武装組織ヒズボラの司令官フアド・シュクルの殺害により、中東全土での緊張が高まっています。アメリカ、イギリス、スウェーデン政府はそれぞれレバノンにいる自国民に対し、できるだけ早く出国するよう呼びかけているほか、日曜までにイタリア、フランス政府も同様に帰国を促しています。治安状況は悪化しており、フランスのエールフランスやドイツのルフトハンザなど複数の航空会社がレバノンの首都ベイルート発着の便を運休しているようです。カリフォルニア州は意識高すぎ？アメリカの石油大手シェブロンは先週金曜、本社をカリフォルニア州からテキサス州ヒューストンに移転すると発表しました。ベイエリアからテキサス州への会社移転といえば、7月イーロン・マスクは自らが率いるスペース X 並びに旧ツイッターこと X の本社移転を表明しています。カリフォルニア州の学校では、生徒が性自認を変えたことを教師が保護者に通知するのを禁止する法律が成立。トランスジェンダーの娘と絶縁状態にあると言われるマスクは、この決定に強い嫌悪感を示していました。一方のシェブロンの CEO で会長のマイク・ワースは、移転の理由として石油業界の中心地により近づくためだとしており、政治的な理由によるものだとの見方を否定しています。しかしシェブロンはこれまでにもアメリカ国内の特にカリフォルニア州での厳しい環境規制を理由に、同州での石油事業への新規投資を削減していました。バークシャーの決断の背景は、投資家ウォーレン・バフェット氏率いる投資保険会社バークシャー・ハサウェイが保有するアップル株を4月から6月に 50% 近く売却したことを明らかにしました。売却により保有株は3月末の約1400億ドル相当から約840億ドル相当となりました。バフェットが初めてアップル株の保有を開示した2016年以降、株価は 900% 近く上昇していましたが、バークシャーは売却ペースを加速させていました。今回の売却は単なるリスク管理に過ぎないとの見方もある一方、投資家には衝撃が広がっています。バングラデシュで再び反政府デモ。バングラデシュで4日、首相のシェイク・ハシナの辞任を求める大規模な反政府デモがあり、これまでに警察官14人を含む95人の死亡が確認されています。バングラデシュでは7月初めに公務員の特別採用枠をめぐって学生が抗議行動を起こし、一旦は沈静化したものの再燃した形です。バングラデシュでは公務員の採用試験で1971年の独立戦争に参加した兵士の子供に優遇枠が与えられています。ハシナ政権は2018年にこの措置の廃止を約束したものの、6年経った今も実現はしておらず、不満が高まっていました。ハシナはバングラデシュ独立の父と呼ばれるムジブル・ラーマンの長女で、
2009年に首相に就任。対立する政治家や野党支持者への弾圧を行うなど、強権的な姿勢が批判を浴びています。アメリカは司法取引に応じない。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件をめぐり、国防総省は長官のロイド・オースティンが首謀者とされるハリド・シェイク・モハメドらとの司法取引を破棄したと発表しました。事件では当局が先月末に3人との司法取引が成立したと発表していました。アメリカメディアは3人が2976人を殺害した罪などを認める代わりに、死刑を免れて終身刑になる見通しになったと報じており、遺族などからの反発が予想されていました。国防総省は司法取引を破棄した理由を明らかにしていません。アメリカの同時多発テロは発生から23年が経過した今も刑事裁判は始まっていません。悲劇が起きた背景が法廷で明らかになるのはまだ先のことになりそうです。ぜひ皆さんのご意見やご感想も SNS でハッシュタグデイリーブリーフをつけて教えてください。小林美沙でした。良い一日を。